はい、美容整体師の川島です。今日はですね、またね、久しぶりの、撮影になってしまったんですけど、多分前回からまた1ヶ月ぶりですかね、だいぶね、また久しぶりになってしまったんですが、申し訳ないです。またね、最近この1ヶ月で進展がありまして、2件ね、メディアさんの、メディアの方からオファーをいただいて、まあ結構ね、一方有名な、メディアさんの、メディアの方からオファーをいただきました。一件に関しては週1ね、週1でその僕の基礎の記事を特集で、組んでいただけるということなんで、まあ、すごいね、楽しみなんですけど、まあ、ぜひね、まあ、正式に決まったらですね、また皆さんにご報告させてもらいます。はい、まあそんな感じの1ヶ月でした。はい、まあ今日はですね、そろそろ夏になりますので、女性であればオフショルダーの多分洋服とか、その首元とかね、この首前が出る洋服着ることが多くなりますので、その辺のまあ細長いね、綺麗な、首をね作るセルフケアを今日はね、お伝えしていこうと思います。まあこれはね、だいたい1日5分ぐらいでできるセルフケアですので、ぜひね、これも、興味がある方でぜひやってみてください。はい、ではやっていきましょう。はい、これですね、フェイスタオルを使っていくんですけど、これはこんな感じでこうぐるぐる丸めていきます。こんな感じですね、丸めていって作っていきます。で、こんなちょっと固めのボールを作っていきます。で、これポイントは、これ首を前にこう倒した時にボコッと出る、多分出る骨があると思うんですよ。一番この首の骨のボコッと出る骨ですね、この骨のちょっと下目ぐらいにこのボールを置いていきます。首前に倒してボコッと出る骨のちょっと下目ぐらいに置いていきます。これで仰向けで5分間寝ていくだけです。はい、じゃあ実際にやっていきましょう。はい、パンピンと合ってますかね。じゃあこのボールをね、使ってやっていきます。まず首をね、こうグッと曲げた時に出る骨を探していきます。多分今ちょっとこれ、ね、写真が出てると思うんですけど、このね、7番目か、まあ頸椎7番とかね、胸椎1番という骨のところにありますので、まあ、この辺を、狙っておいていきます。一番出てる骨ですね。で、その辺の下の方に置いていきます。で、ね、そこに置いて、寝るだけですね。このまま仰向けて5分間寝るだけですね。はい、実際に一緒にやっていきましょう。まあ、あとはもうリラックスをして寝ていくだけなんですけど、ポイントはこの首の付け根ですね、この辺に置いて、あとはリラックスしていきます。まあ、ちょっと多分痛みがあるかもしれないんですけど、ぜひね、まあ我慢してやっていきましょう。まあ、あとは本当に寝るだけなんで、まあ、結構暇なんですけど、まあそうですね、まあ夏なんでね、結構首元ですね、首元結構すごい重要で、やっぱどうしてもね、すごい美人でも首がすごい猫背とかね、これストレートネックにも効きますので、まあ、首がね、そう猫背とか、まあなんだろうな、まあ、肩がね、まあこう猫背で首が埋もれてるとかやったらね、結構もったいないんで、ぜひね、この、首のね、首を作る、細長い首を作るセルフケアもね、1個やってみてください。それでは次ですね、次の動画がその小顔を、実際に小顔矯正やってってる動画を撮ろうと思ってるんですね。で、それが、モデルね、モデルの人がちょっと必要で、ぜひですね、ちょっとモデルになりたい方、動画出演 OK で、ぜひね、小顔にしてほしいという方は、ぜひね、受けに来てみてください。まあ、ちょっと場所は宮崎なんですけど、宮崎でよくて、小顔受けたい方はですね、多分こんな感じで、今写真が並んでると思うんですけど、こんな感じで実際変わってきます。これただ1回です。1回で変わってきますので、ぜひね、受けてみたい方はね、まあ、僕の Twitter かもしくはね、Instagram の方に DM 送ってもらったら、まあ、先着順で選ばせてもらいますので、ぜひですね、送ってください。まあ、でも本当この1ヶ月、ね、本当メディアに出演とかね、まあ、前回もね、UUUMに、まあ、所属をさせてもらったりとかですね、結構いろいろこの半年間で進展があってですね、まあ、かなり僕的にも嬉しいんですけど、このままいったらね、僕の目標である本の出版とかもね、まあ、いつかできるんじゃないかとちょっとね思ってまして、まあ、本当ね、ワクワクしておりますね。まあ、でも本当にこうなったのも皆さんのおかげですので、本当にね、ありがとうございます。まあ、これからもね、よろしくお願いします。あとですね、整体師とか多分治療家になりたい人がもしいればですね、そういった人向けのチャンネルもやってるんですよ。なので、もしね、そういった、まあ、セラピストになりたい人がいればですね、ぜひ下の概要欄に詳細載っけてますので、ぜひね、そっちも見てみてください。OK、 こんな感じかな。はい、ではですね、まあ、こんな感じでやっていくと、まあ、ストレートネックももちろんなんですけど、まあ、首こりとかですねも取れていくし、まあ、何よりね、まあ、綺麗な、首筋ができてきますので、
まあ、ぜひですね、まあ、すごくね、美人でもですね、やっぱ猫背とかね、首がこう曲がったりすると結構ね、もったいないので、ぜひね、まあ、綺麗なね、首筋を作ってみてください。まあ、多分ね、これが猫背でこうなってる首と、しっかりね、こう細長い首が作れてるのとは全然多分違いますので、ぜひね、こういった首筋を、まあね、作っていきましょう。はい、まだ、リクエストなどお待ちしておりますので、ぜひね、いいねボタンや、チャンネル登録もね、ぜひまたお願いします。はい、ではまた会いましょう。バイバイ。はい、ぜひね、いいと思ったらいいねやね、チャンネル登録もぜひね、お願いします。そしたらまた来週火曜日お会いしましょう。バイバイ。